1982年、念願の歌手になった中森明菜さん。デビュー曲は、スローモーション。作詞を手掛けたのは、木杉悦子さん。明菜さん以外の代表曲は、薬師丸ひろ子さんの、セーラー服と機関銃。作曲は、弟でシンガーソングライターの、木杉隆雄さん。代表曲は、夢の途中。レコーディングはロサンゼルスで行われたそうです。オリコンチャートの100位以内において計39週にわたってランクインしている作品です。